日本統治期の朝鮮ホテル遠宮団現在のウェスティン、朝鮮ホテルウェスティン朝鮮ホテルは、新世界グループによって運営されている、大韓民国にある、ホテルチェーンである。現在、ソウル特別品各の、ウェスティン朝鮮ホテルソウルと富山広域市平運で区の、ウェスティン朝鮮ホテル富山の二つを運営している。1910年から行われた韓国併合により、 朝鮮半島を直接統治した日本の朝鮮総督府は主婦の慶状府に日本や諸外国からの貴品格に対応できる宿泊施設の整備を構想した。その後計画は本格化し朝鮮総督府鉄道の慶状駅からほど近い中心部の丘の上にありかつて大韓帝国の皇帝が祭礼を行った環球団であり文禄の役で ウキタ家の陣地でもあったエリアに建設することを決定し、環球団の一部を取り壊し建設を進め、1914年10月10日に朝鮮半島発の西洋式ホテルである朝鮮ホテルが開業した。有限都市ティール様式に朝鮮趣味を加味した地上4階地下1階レンガ造りのホテルで部屋数は72。 朝鮮総督府鉄道局が総工費84万2800円をかけて建設し、設計は日本で活動していたプロイセン出身のユダヤ人建築家、ゲオルグデラランで、思考は清水組が当たった。同ホテルは朝鮮総督府鉄道の付属施設として位置づけられ、日本によって多くの技術やノウハウが持ち込まれ、朝鮮半島で、 初のエレベーターが設置された建物となったほか、朝鮮半島で初のアイスクリームも提供された。その後は、東京の帝国ホテルや京都の都ホテルなどと同様に、朝鮮半島の迎賓館機能も兼ね備えたホテルとなった。その後、1937年に勃発した日中戦争や、1941年に日本も参戦した第二次世界大戦下においても、 同ホテルは通常通りに営業を続け、ソウルを訪問した日本をはじめとする各国の要人から利用された。1945年8月15日に日本が連合国に対して降伏し、それに伴い日本による朝鮮の統治が終了すると朝鮮ホテルの状況も激変した。朝鮮総督府が解体されることになり日本人が撤退を進める中、 ソウルを含む朝鮮半島南部で連合国軍の一国として、軍政を敷いたアメリカ軍は、同ホテルに、軍政庁司令部を置き、これに伴い同ホテルの運営主体は、朝鮮総督府鉄道から、アメリカ軍へと移ることになった。また、その後ソウルに帰国した独立指導者の立証番などの、執務室も置かれることとなった。1948年に、 大韓民国が独立し、李正万が初代大統領に就任した後は、運営主体が韓国人に移され、首都の置かれたソウルを代表するホテルとして君臨した。ものの、1950年に勃発した朝鮮戦争では、ソウルが朝鮮民主主義人民共和国軍によって占領され、同ホテルも接収されたが、後に韓国軍により奪回された。また、 李承晩政権による脱日本化政策により、同ホテルの名称は日本語式の朝鮮ホテルから朝鮮語式の朝鮮ホテルに変更されたが、ほとんどの名詞で朝鮮が大韓または韓国に解消された中でも、同ホテルは朝鮮日報とともに朝鮮の名称を残した。1970年に同ホテルは 日本統治時代の旧館から20階建てのホテルへと建て替えられ、開業式には、僕世紀大統領が参列した。1981年に朝鮮ホテルは、アメリカのウェスティンホテルズと提携し、現在のウェスティン朝鮮ホテルと解消した。また、1978年に、富山で開業した高級ホテルと合併し、同ホテルを、ウェスティン朝鮮ホテル富山。 従来のソウルのホテルをウェスティン朝鮮ホテルソウルとして運営することになった。1995年には韓国側の資本が全て新世界百貨店などを経営する新世界グループの手に渡った。ウェスティン朝鮮ホテルソウルはミョンドンやソウル市庁舎などに近いソウルの中心部に位置し、さらにソウル交通公社1号線の 市町駅やミョンドン地下街に直通しているなど、非常に便利な立地となっている。このような、便利な立地にありながら、敷地内には、環球団が残されているなど、静粛が保たれている、上に、高いサービスと充実した施設がソウルを訪れる、内外のビジネスマンから高い評価を受けており、コンデナストトラベラーや、インスティチューショナルインベスターなどの欧米の旅行士において、 ソウルのベストホテルにたびたび選ばれている。また、ウェスティン朝鮮ホテル富山も富山を代表する高級ホテルとして高い評価を受けている。ありがとうございます。